ロンブレン島東のサトゥンガラの島々ロンブレン島はインドネシアにある島。別名レンバータ島といい、小スンダレ島北東部にあり、ソロール諸島内ではフローレス島、アロール島に次いで大きな島で東のサトゥンガラ州、レンバタ県に属している。島の中心の町はレオレバ。東南西から北東部まで島の長さは約80キロメートル。幅は 約3 0トル。最高所の標高は1 5 3 3ル。東はアロール海峡を隔ててパンタール島などアロール諸島の島々があり、南はサブ海を隔ててティモール島と接する。北側はバンダ海を隔ててブトゥン島、南西スラワイシの島々がある。西にはアドナラ島、その先には大きなフローレス島がある。島には3つの火山がある。 ソロール諸島はフローレストのララントゥカのラマホット王国の領土であったが、ポルトガル、オランダの進出によりその支配が及ばなくなると独自の文化を形成するようになる。言語は多くの現地語が共存しているが、ソロール諸島の共通語として最も広範囲に話されているのがラマホーラットである。ラマホーラットはフローレストの東部やソロール諸島で話され、 10以上の方言があり、15万人に話されている。船は頻繁に海岸近くの港から周辺の島を往復しているが、大きい港は唯一、レオレバにある。レオレバからローラン地下、フローレスとワイワーンの島々の便は西隣のアドナラ島で接続している。フローレス島などとともに伝統織物をイカットで有名だが、赤茶系が主流であり、 今でもすべての工程において手作りで生産されている。レンバタの南部海岸にあるラマレラ村とラマケラでは生存保鯨が行われている。ありがとうございます。